はい、ということでね、今日は、こちらのですね、はい、今日はね、ビジネスが激変する週1回のセルフミーティングのすすめっていう、まあ、ことなんですけども、週1のセルフミーティングって、まあ、何かっていうとですね、自分の毎日の業務っていうのを、毎週固定曜日です。例えば毎週土曜とか日曜とか、まあ、曜日は何でもいいんだけども、自分で決めるんですよ、固定で。で、そのに決めた日に、1週間の自分の今までの過ごし方と、業務の内容と、成果を、客観的に見つめ直す時間っていうのを週に1回取りましょうよっていう、まあ、ことなんですね。このセルフミーティングっていうのは。で、これなんでやる必要があるのかってそもそも話をすると、みんなですね、まあ、毎日インスタやろう、LINE やろう、YouTube やろう、情報発信やろう、営業とかですね、いろんなやっぱ作業って追われてるわけですよ。でもどうしても人って、そのね、継続するのももちろん偉いんだけども、なあなあになってしまって、作業をですね、流れ作業になってしまって、質が落ちてマンネリ化して、分析しようっていう目を忘れちゃって、もうとりあえず今日もインスタやったから、もう今日仕事したよね、みたいなっていうので、なあなあになっちゃう生き物なんですよね。で、それを、防ぐためにですね、防ぐために、これはセルフミーティングっていうのを週1でやりましょうと。まあ、セルフミーティングってのはマイセルフ、まあ、自分自身とのミーティングなので、基本的には一人でやるミーティングになります。まあ、これ僕毎週やってるんですよね。まあ、もちろん月1でね、ホテルにこもって戦略会議をしたりするんですけど、そこはどっちかっていうと、1年後とか、半年後に売り上げをこれぐらい持っていくために、どういう戦略とかスキームとかストラクチャーを組んだらいいのかっていうのは考えますけども、基本的に僕は週1単位でもこういうマクロ的な、ミクロ的なね、分析っていうのをやってます。まあ、どういうのかってちょっと話していくんでね、安心してほしいんですけども、やっぱりですね、今日インスタやりました、YouTube アップしました、 LINE やりました、みんなにやったことに満足しちゃって、で、その結果具体的に LINE アットの配信はどうだったの、クリック率はどうだったの、そっから個別相談何件繋がったの、じゃあ今週1週間で見た時の、1週間ベースで見た時に1日の平均フォロワー増加数はどうなの、 LINE アットの平均増加数はどうなのっていうのを聞かれた時にパンって答えられるようにしないといけないわけですよ。まあ皆さんはね、個人事業主で、一人社長としてやってるわけですけども、皆さんがですね、もし大企業とかのですね、マーケティングの広報部門にいた時にはですね、まあ部長とかね、上司とかに言われるわけですよ。あ、そういえば君、今週のフォロワー増加数どうだったみたいに聞かれた時に、まあめちゃめちゃやっぱ仕事ができるとか出世できる人って、こういうとこ結構答えられるんですよ、数字でね。これ何かっていうと、皆さんはね、一人社長だからこそ自分で自分をちゃんと戒めて、こういうとこ管理していかないといけない。まあセルフマネジメントしていかないといけないんだけども、1週間ベースで、まあいわゆるチェックしてほしいのはこの5項目ですね。今週の売上、今週の集客の成果、まあ今週何リスト取れたのかちゃんと数字で把握する。で、今週のフォロワー増加数、そして、今週の時間の使い方とお金の使い方どうだったのかっていうところをね、まあ、見直していただくんですけども、基本的にはですね、まあ、YouTube やってる人は YouTube もちゃんとチェックした方がいいですね。1週間でどれぐらいチャンネル登録者数が1週間前と比べて増えたのか、1週間での総再生時間はどれぐらい前の週と比べて増えたのかとか、で、インスタみんなやってると思うんですけども、じゃあインスタグラムだったらインサイトって見るわけですよ。で、7日前と比べた時にどれぐらいフォロワー増えているのか、どれぐらいプロフィールのアクセスが何パー増加したって、インサイト見たら一発で分かるわけですよ。で、そういうのをちゃんと毎日見る。毎日じゃなくて、まあ、毎週見るんですよ。で、こういうのって大事なのは分かってるけど、ついつい見なかったりするわけですよ。だから、1週間にも毎週月曜だったら月曜とか、日曜だったら日曜って固定でもうカレンダーに書き込んでください。もう1ヶ月のうち、毎週日曜日の午前10時からはセルフミーティングを自分でやって、こういうとこ毎週確認して管理していくみたいなね。まあ必要であれば、別にスプレッドシートとかでこういうのを管理していくっていうのもいいでしょう。まあ、あと LINE アットの1週間の増加数はどうだったのか、今週振り返ってみて、他にもっと売上に直結することできることないのかっていうのを常に考えて、この積極的に前のめりで、あ、あれはできないのか、ここもうちょっとこうならないのかなっていう目線で考える時間っていうのを1週間に1回設けた方が、やっぱ売り上げが早く上がりますよね。やっぱね、さっき言いましたけど、会社の社長とか稼げるフリーランスとか、あとは今会社員をしている方でも、大手企業とかベンチャーとかでめちゃめちゃ出世早い人とかも、一言で言う、世間一般的に言うめちゃめちゃ仕事ができる人ってのは、もうこれやってるから仕事できるわけですよね。まあ、要は仕事で成果出して会社の売り上げに貢献できるとか、売り上げを上げられると、1週間ごとのどれぐらいの達成度で目標を達成できているのかっていうのを、 YouTube だったらアナリティクス、インスタだったらインサイトで、 LINE だったら増加数ね、リストの増加数と、あともし可能だったらクリック数とかも見た方がいいというのはチェックした方がいいかなと思いますね。